ははい皆さんこんこにちは今回はですね「えー、グルサの定理」について、えー、その証明を、えー、丁寧にしていこうと思います。でまあ証明なのでですねで結構本格的にやるので、まあ、かなり時間が、えー、かかると思われますが、まあ、頑張っていきましょう。まあ、頑張って聞いていただけるとありがたいです。はいということで「グルサの定理」。 はいというのがですね、あまああの複素解析をやるときにあのコーシーの積分定理というのが、えー、あると思います。まあ複素解析をまあ複素関数論とかをですねあのー、まあ学んだことがある、えー、方はまあ知ってると思うんですが、大、まあ、雑把に言うとですね、まああるこう f がまあある領域で生息であって、でその中に含まれている、えー、平曲線ですね。 例えば平曲線を C とした時に、まあ、この平曲線上の積分が0になるよと、まあ、実数関数ではですねこんなことはありえないんですが、えー、複素関数において、まあ、こういう1周する積分炉における積分というのが0になるというこうというような定理ですと、はい、でそれをですね、えー、証明していく段階として、まあ、一番最初の段階というのにぐるさの定理というのがあります。はい。 でこれはですね、えーまあ、その平局線は平局線なんですけど、まあ、特に三角形ですね、はい、三角形においての積分路を今から、まあ、考えているような考えているわけですね。はい、はい、それで、えーまあ、三角形の上の積分を考えるんですが、うんえーまあ、ここでですね証、まあ、明を実際に今から回していきましょう。 でえーとまあ、証明の仕方なんですが、まあ、あと今からですね、まあ、あの示したいことはもちろんここの積分が0になるということなんですが、えーまあ、今から直接ねこの積分がいくつになるかっていうのをまあ丁寧に積分していくわけではなくて、えー、こ今回はですね、まあ、不等式を使いますと。でまあ、複素解析 のその定理とかで割とこういうふくまあ特に解析学とかでですね0を示すときに例えばなんかこう,こう不等式でこう何かをこう評価し続けてでそれがなんか0にですね例えば n を無限大に飛ばしてなんか数列と数列を押さえて n を無限大に飛ばしてこう最終的に0にえ収束していくようなものを考えてじゃあこれは絶対値が収束0に0に収束するから。 これ自身もゼロに行くでしょうとというようなんですね、えー、証明方法っていうのが、まあ、割とよくありますと今回もそれを、えー、使っていく感じですなので、えー、まずこの絶対値を少し大きい何かで押さえていくことを、えー、やり続けるという感じですねはいということでスタートは、えー、三角形 t を書いてみますと、えー、どうしようかな t をで はい、といととうことです。一番初めに、えーまあ、元の三角形ですね元のというか、まあまあ、一番初めの三角形を目印として、まあ、0番目ということで T0 としましょうとはい T0 ですね T0 という、まあ、ここの集合ではなくてですね集合としての T ではなくてこ、えー、この境界を 結ぶような三角形と境界の境界だけを集めたという意味での三角形になりますとなので、まあ、内部は内部を含んではいないですねこの時点ではで、まあ、T0 考えます、はい、なので示すべきことは T0 における積分が0になることを示すんですがここでですね少し工夫をしてより大きいもので押さえたいということでここでですね分割をします を分割してあげるんです、ね、でその分割の仕方っていうのが、えーまあ、この t0 の各辺の長さを、まあ、2等分してあげるとですねきれいに合同な三角形が4つ、えー、分かれると思いますで、実際に面積が4等分されているということになります面積を4等分してあげて、えー、それでですね、えー まあそもそも t0 においてえちょっと向きを考えますと。向きを与えてあげると。で半時計回りのこう,こういう感じで向きを与えてあげてでさらに今4等分した三角形を一つ一つに注目してえそれに対してもえっとそれに対しても左向きの。 積分を考えてあげますと、はい、こういう感じですね。はい、こうやってもう四つとも全部考えていきますと、はい。で、そうすると、えっ、ー、と今、うん、まあ四つの積分ができて。 えっと、それでですねなんだっけな、えっとでまあ、今ですね積、えー、分炉をこれ全てですね、えー、で今全て、えー、全ての向きを与えたわけですがここでですねこう真ん中の三角形に着目してほしいんですねこう真ん中の三角形を見ると え積分炉の向きをに注目してください。えー、とするとこれをよく見てみるとですねえそれぞれですねそれぞれ各辺において逆向きの積分炉が発生していることが分かりますと。はい、でまあ基本的にですね積分する時にその逆方向の積分というか区間で例えば A から B だったら B から A というまあ逆ねまあ要はこう。 大小が逆になっているような感じですけど逆向きの積分路っていうのはお互いに相殺して0になるということは分かっています。なのののののでで実際ですねここ,のこの真ん中の三角形の上での積分というのはゼロになることはですね何が言えるかっていうと今ここの真ん中の積分路は、まあ、要は考えなくてもいいということですね。ということで残りの部分を見ましょう残りの部分をちょっとマークしてみると。 えー、ここと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 ,ここ,と,こ,こ,とここですね、はいで。これらをですね,ですね全て、えー、合わせると、えー、結局は三角形ですね元の t0 ですね t0 の元の三角形の積分炉になる,なるので、えー、元の三角形上における、えー、積分というのは結局はですね、えー、実際この4つの三角形の積分炉を足したものと。 同じだとということが言えますと、はい、なので、まあ、今ちょっと積分路を決めてなかったので、まあ、それぞれです、ね、で積分路をとりあえず決めますと、えー、決めてみるとうんとどうでしようかな、まあ、上からえっ、ー、と t,、まあ、t まあ例えばこれを一番上のやつを t1 って感じで決めて。 でまあ真ん中を、まあ、真ん中うんちょっとどうしよう真ん中を t12 で左下を t13 とで右下を t14 と、はい、というふうに決めてあげると、えー、これはですね、えー、ちょっともうシグマでまとめて書くんですが t1k として k が一から四までの積分と。 なので結局はそのこの三角形四等分した三角形を全て合わせたものの全ての積分路上での積分の和とそもそも t0 上の積分というのが同じということがここで言えますと。はい、でこれが結局は不等式の評価ね使われるわけなんですがここでですねさらにこの中でですねあこの中っていうのはこの今の4つに分けた三角形の積分路上の えー、一つ一つの積分を見たときに、まあ、大小関係が、えー、できていきますと、ね、その中でですね4つのこの積分炉のうち、まあ、4つのうち、えー、最も積分が大きいところですね、えー、最大値になる、えー、積分炉を、えー、決めましょうと、はい、でこの時点ではまあもちろん分からないので一つでも1つは存在するでしょうということで実際存在しますので。 T1 か,、まあ、から T4 のうち積分が最大になる最大になるものをえーまあ、T えーとどうしようかな tj としましょうか tj とするとあもちろん tj、えー、というのは1から4の1以上4以下の、えー、自然数を表しますと、はい、というふうに決めてあげればですね、えー、t0 と t0 上の積分というのはうんうんと まあこの今決めた最大の積分になる積分炉を1つ取るとこれの4倍してみるとですねなので今三角形が4つあるのでえ1つ分にあたるものを4倍すればえ積分炉としては T0 と同じだけのえ積分炉を取ることになりますよね。ただ今最大値を持ってきているのでまあ4つの中で最大値が4人いると想像しては分かると思うんですが。 不等式でで抑えることとができますと少なくともこっち右辺の方が大きくなりますともしくは等しくなりますとはいこれでまあ1回目の不等式評価になります、えー、続いてですね、えー、続いてはまあ今のですね、えー、今 t0 から t1 というふうに4等分してでこのように評価するというまあ一連の動作を まあ実際に N 回やるということですね。まあ、な要は何回も何回もやり続けると、はい、いうことなんですよね。例えば、T、今 T1、えーまあ T1 書き忘れましたが T1 まで来ましたが、えー、T2 ですね、えー、T1 から T2 をえ、まあ、今 T1 から、えー、T2 を、えー、求めるという、えー、動作をもう一回やってみるとですねどうなるかというと。 今4というのはまあ置いといてここの部分ですねここの部分をさらに tj ですね tj をさらに4等分してあげてでその中で最大値を取りそれを4倍で押さえてあげる先ほども本当に同じことをしてあげれば、はい、こういうふうにも表してあげることができますとでここまでくるとですね、まあ、機能的に、えー、分かってくると思うんですが これを繰り返しましょう。繰り返してあげて、えー、最終的にはですね4の n 乗をで tj のえっ、ー、となんだ ntj の n かこれでこう押さえられると思いますと。 はい、ということでこれが、えー、4の n 乗かけるこの最大の積分で押さえることができましたと。はい、で、まあ、とりあえずですねここで置いといてで一旦不等式用から,かから離れて、えーまあ、最初に言っとくべきだったんですが、えー、この t0 ですね t0 の三角形の、えーまあ、またあ新たにですね今から設定をさせてもらうんですが。 えまずは直径ですね直径を決めます、うん、直径を p 零としますでここで直径というのはねまあ集合と位相のでえー、まあ、数学の言葉で直径を表すとですねで今 t 零の中の、まあ、内部もちょっと考えてみると内部にもうもちろん無数の点が取れますよねでその無数の点の中から任意の異なる二点を 取りますとでその距離を調べる時に距離の中に最大値ですねで最大値取るのか、えー、最大値取らない場合もあるので、まあ、とりあえず上限ですね距離の上限を直径というふうに言いますあもう一度言うと t0 の中に含まれるあい、えー、異なる任意の2点を取ってきてその距離を調べた時にその距離の上限というのが直径ですと。えーあ すみません P じゃなくて D ですね D、えーまあ、詳しく言うとダイアムというのがあるんですがダイアム、まあ、T0 の、まあ、一応集合にしましょう T0 の集合として、まあ、ちょっとダッシュをつけておきますが T0 の集合をこうダッシュとするとダイアム T0 というのが T0 ダッシュというのが直径というふうに表されました。 はい、これが実際にスープの z-w でちなみに z-w というのが共にこの集合としての t0 の中に入っていますよとというような感じで直径というのが定義されますと,、はい、ということで、ねまあ、要は2点間の距離の上限ということで d としますそして、はい、続いて t0 の辺の長さですね 周の長さかな、うん、というのですべ、まあ、ての辺の、えー、長さの和ということで、まあ、これを P0 としますと、はい、これもですね後で評価で使っていくので、えー、とりあえずここで置いときましょうあ置いていく置いとくんですがどうしようかなあ今でももう、えー、4の n 上で評価したので n が出てきているのでしかも t の n が出てきてますので、まあ、早速ここで、えー、tn と。 について考えっと,、えー、と t、n、の、えー、直径をというのを今ですね d0p0 で、えー、表してみますと、えー、実際にですね t0 か tn というのは、えー、実際に n 等分しあと4等分というのを n 回繰り返しているので。 これはですね実際に D0 を使ってあげるとどう表されるかというと、うんまあ、まず、えー、1回 T0 か T1 を考えてみましょう。T0 から T1 を考えると、えー、T0 か T1 を、えー、得る時に直径というのはですね掃除、えーまあ、比から見ても分かると思うんですがこの掃除比から、えー、1 2分の1になります。1 2分の1倍されます。っていうのが、えー、N 回繰り返されるので実際は。 tn を L には d0 を2の n 乗か2の n 乗で割ることになります同じように長さというのも p0 を2の n 乗でおかしいな2の n 乗で割ったものになりますとはいでこれを後で不等式の評価でですね使うことになりますはいということでですね えっ,とえっとまあこれでいっかでこれで置いといてで続いてなんですがはい、えーまあ、ここからですねさらに不等式で評価をしていくことになりますでここでですね、えーまあ、一旦話が変わって Fz について、えー、注目してみるんですねでここで、まあ、今 N 4等分を n 回繰り返して、えー、小さい三角形を得たわけですがまあ今 tn について考えてみましょう tn をもう一度ちょもう一度ってか初めてか初めて書くんですが、えー、少し大きめに書いたものですと。えーはい、でこの時にですね、えーまあ、まず事実として仮定にちょっと戻ってみると f というのは オ,ウの中でオメガの中で生とということが言えますでオメガの中にこの三角形たちはですねあの確実に含まれているので,でしかも内部もオメガに含まれているということで F というのは、まあ、この Tn の境界,と境界かつ内部ですね、まあ、平方という言い方もしますが、まあ、その平方で生息ということが言えますと。 はい、でこの生息性は後で,です、ねえっと不等式の評価でも使うところになりますね、はいえー、それでですね今 N 回、えー、4等分を繰り返したわけですがこれをですねさらにですねどん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 、えー、無限回繰り返すとします。つまりこの N というのを無限大に飛ばすという、えー、ことをすると、えー、三角形っていうのはどん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 小さくなっていきますよね。 まあなんかこう絵を、まあ、絵で描くとちょっと限界が来るんですが、まあ、例えばどん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 こういう感じで、えー、こういう感じではいでも目に見えないぐらいこう小さくなってきますでここで、えー、どん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 小さくなっていくと何が起きるかっていうと、まあ、その中の点ですねその中の点列にしましょう点列を考えてみると,と、まああのー、空間縮小法定理というのがあるんですがそれと同じ要領で えー、ある一点だけに収束するということが言えるんですね。はい、はい、その、えー、もう少し詳しく言うと、t、まあ i と代表で出すんですが、1から違うな、えー。まあ要はすべてのですね無限個の、えー、無限個作られるこの三角形の ti としましょう。 の集合としてのこの三角形をまあ SI としましょうとすると、えーまあ、評価を評価じゃないか等分4等分していけばしていくほど、えー、集合としてはですね小さくなって、ね、なおかつ、えー、この等分する1回分前のですね動作の時の集合の中に含まれているということが言えますねとで。これは え任意の愛と任意の愛え任意の自然数としての愛とに対して、えー、これが成り立ちますとはいえー、なので,でですねでさらに言うと、えー、直径を通じ直径を考えてみますと直径に関しては、えー、直径を考えるとですね、えーまあ、集合を四、えー、等分せはするほど こう小さくなってきますよね小さくなると、まあ、明らかに直径というのは、えー、0に近づいていくっていうのが予想されます、まあ、実際は0にね、えー、近づいていくんですが、はい、ということで、えーまあ、D の N ですね直径は0に近づくと、えー、この N 回分を、まあ、4等分という動作を無限回を行うと直径は0に行きますよと。 で今のですねこの式と直径がゼロに行くという関係が分かればカントロールの縮小空間縮小法とも同じ考えですべてのですねべての集合 SI とで I はすべての自然数ですねなのでまあこれは まあこれはまあ集合と位相で、えー、の表し方ですけども、えー、まあ全ての集合に共通して含まれている点というのが、えー、必ず1点、まあ、ただ1つ存在しますということが成り立ちますと。はい、で今もこの事実を使って、えー、Fz0 ということですね、まあ、この Tn の中の点っていうのは必ず、えー この点にだけはいつまでも含まれているというような点が1点だけ存在するということが言えるので、まあ、この点を使ってさらに不等式評価をしていくという感じですと。はい、ということで、えー、ちょっと左側消していきますと。